劉備の軍勢は人口将軍張良を破って黄巾族の撃退を果たした。この活躍によって劉備は天下に英雄ありと軍友たちの間で広く知られるようになる。これに対し黄巾軍は智高将軍張方らが拠点の砦に立てこもり、討伐軍に必死の抵抗を試みる。一方で狩猟の天高将軍張鶴は総力を結集しつつあった。曹操軍は東方、孫権軍は西方より進め。義勇軍は友軍扱い、好きに進め。敵将、討ち取ったり。来るな化け物。うわあ！連用な術に必ず仕掛けはあるんです。無駄なことはさ、ここを立つ。敵将討ち取ったり。これで幻影は消える。一気に押し込め。叶わぬか。
Thank you.